皆さん、こんにちは。こんにちは。はい。本田兄弟ギリ a チャンネル始まりました。始まりましたねー。はい。えー、私、弟の安弘と申します。はい。私、兄の照彦と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はーい。はい。じゃあ、まあ、私がね、あの、この、まあ、チャンネルの、はじめの言葉というか、はい。まあ、オープニングをお任せしてもらうときは、まあ、こんな感じでね。はい。 まあ、どうなるかわかんないですけど、うん、やっていきたいと思います。はい、よろ,よろしくお願いします、うん。ということで、あの、今日はなんか兄から僕が好きな話を存分にしていいということだったので、はい。まあなんか僕と言ったらね、うん、やっぱこう、インドネシアに行った話、うん、うん、聞きたい。うん,うん。結構持ちネタがあるんですけど、はい。<laughs> <laughs> じゃあまずね、その、うん、まあインドネシアって、まあどういうところなのか。はい,はい、はい。 っていうのは、ま、ある程度。地球の歩き方的な。うん。まずそこまでね、話せるまで、うん。うん。話せるまで、ではないので、じゃあ僕が、ま、インドネシアに行って、もう怒った、これはやばいでしょ。っていうのを、ま、話したいと思います。はい。まずなんか僕が派遣されていた、え学校の近くに、ホテルがあって、そこのホテルに、 滞在していたんですけど、うんうん。まあなんかね、まあちょっとね、うーん、まあなんかその現地では、現地の方が住んでいるなんか標準うん、うん、とされる、まあなんか従業よりは、少しなんかこうグレードが上がったというか、うんうん、環境が整ったホテルだったんですけど、まあなんかその日本人からしてみたら、 まあ、お世辞にもなんか、いいところだね、綺麗だね、とは言えない。あ<ー>まあ、東南アジアだから、まあ、そういうこととか、でもその分、家賃とかも安いですからね。ねうん。まあ、贅沢は言えないんですけど、うんうん、まあ、そういうところにこう、泊まってまして。うん、まあ、最初はね、やっぱこう、戸惑いましたね。うん、だってもうゴミも落ちてなくて、もう誇り一個もないね、日本の,この生活に慣れてるわけですよ。うん、でも向こうに行ったらね、もう、 ドアガチャって開けたら、うん、もうヤモリがね何時もうじゃうじゃいて <laughs>、うん、もうクモの巣はかかってるわ埃はするわうん,うんなんかもうなんですか苔は生えてるわな、うん何なんだここはと思って、うん、キノコはキノコはまあ後々生えてくるんですよ <laughs> <laughs> その時はなかったんだその時はなかったんですよ、うん、でまあまあそこに住み始めて二ヶ月ぐらいした時ですかね、うん、まあなんかその ああ、明日も早いからちょっと寝ようと思って寝てたわけですよ。なかなか寝つけなくて。ああ、なんか、ここに来てもう2ヶ月経ったな、家族に会いたいな、どうしよう。ああ、でも頑張らなきゃ、よし、寝ようと思って寝てたわけですよ。そしたらなんかこう、しりしり、しりしりって聞こえて、いや、インドネシアね、よく雨が降るんですよ。だから、あ雨が降り出してきたかな。ああ、明日の朝までにはやんでるといいな、とか思いながら。でも、しりしり、しりしり だんだん大きくなってくるわけですよ。しりしり、しりしり。しりしり、しりしり。シャラ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 。おっとこれはやばいと。ただならぬあの恐怖を感じまして、電気をつけにね、行ったわけですよ。そしたらですよ、もうなんか、無数の羽根やりがもう、 もう、縦横無尽に飛び回るわけですよ <laughs> もう。ブワーっと。もう、もう、あれですよ、あの、皆さん、バットマンご存知ですかあの、バットマンのコウモリが、なんか洞窟からね、ブワーっと出てくるじゃないですか。あんな感じですよ、うん、もうほんと。うん、光が当たったらね、それで、ね。 でも僕としてもパニックですよもうなんてところに来てしまったんだと。いや、ほんとそうだよ。うん。そうなるわ。そうで、もうどうすることもできないですから、ちょっとパニックになって、まあ下のね、その受付のインドネシア人の方を呼んできて、ちょっと跳ね合いが大量発生してるけどどうにかしてくれと。もう日本語でね、言ってしまったわけですよ。そしたらなんか、え、どうして、イミスターみたいな。うん。どうしたのみたいな。いや、もういいから来てって日本語で言って、手引っ張って上連れて行ったわけですよ。 そしたらなんか、ね、うわー、すいません、みたいな。うわー、もうほんとどうしよう、羽ありが大量発生してますねー、って言われるかと思ったら、なんかもう、ん <laughs>、みたいな。<laughs> へえミスター。こんなのが怖いのかい骨折苗じゃんみたいな。なんか肩にその止まってる羽ありをなんかこうつまんで、ビーってして、うん、<laughs> こんなもんだぜ。怖くないぜ、みたいな。<laughs> 何言ってんだ、お前はと。ここホテルじゃねえのかと。うーん。 いや、そんなね、跳ねありごときで怖くないわと。もう僕もね、なんかボクシングやったり、まあその、体もやっぱ鍛えてましたから。鍛えます鍛えてます。響きです。鍛えてます。という感じですからね。こんな跳ねあり怖くねえと思ってるわけですけど、やっぱ汚いじゃないですか。ホテルで跳ねありが出るとかもう論外だと思ってたんで、うんだけもう、いや、これはちょっとおかしいと思って。うん。でもどうにかしてくれ。たら僕があまりにもこう、怒ってる、その、 様子を見て、うん、あ、日本人はこれ普通じゃないんだろうと思って、うん、なんか、あ、すぐ清掃係呼んできます。って言って清掃係の方が来て、うん、で、なんか、僕知らなかったんですけど、羽あって、10分間光の下で飛び回ってなんか死んじゃうらしくて、うん、もう無数のその死骸が落ちてるわけです。もう至るところコップの中に入ったり、洋服洗いたてのね、<laughs> そこもランドリーもないから自分でこう洗って、そこの、 中にこうパンツの間とかに入ってたりするんですよ。<laughs> うわーもう明日着ていくのないまいと思って。うん。でもう、ほんともうイライラしてしまって、いけないんですよ。イライラしたら。うんうん、もうイライラしちゃって。うん。で、もう最後。で、なんか、僕はどうも許せなくて、その、笑って、なんか、シロアリだ絶品みたいな。<laughs> <laughs> バカにされたと僕は思って。 もうこれじゃね、ちょっとね、日本人としていかんと。うん、日本人舐められたいかんと思って、また受付の人に、<laughs> 下に行って、いやいやいや、みたいな。<laughs> さっきのお前対応は何だと。<laughs> おかしいじゃないかと。うんうん、ホテルだぞと。うん、金払ってここに泊まってるんだぞと。うん、もうち,ちゃんとしてくれよと。うん まあ、なんかそういうことをね、言ってしまったわけですよ。うんうん、まあ、後でやっぱり後悔しましたけどう、うんうん、やはり日本の駆け足としてね、まあ着せるわけで、うんうん。まあ、それこそあれですよ。なんか日本人の代表のように見られるじゃないですか。そうね、そうね、うん。と言ってたのも、なんか、グラブっていうアプリがあるんですけど、その、配車アプリ、ウーバーみたいな。うんうん、で、まあ、その、 ドライバーさんが言ってたのが、あ、これはその人の、その人の考え、その人の経験に基づく考えなんですけど、台湾人は、まあなんか愛想いいけど、なんか気が利かないと。中国人は、なんかこう、口調が強いというか、ちょっと塩対応だと。日本人は優しいと。まあそういう、でも多分その人はなんか、 中国の方とか、うん、もう複数の中国の方と会ったわけじゃなくて、多分、乗車してきた、以前乗車してきた中国の方がそういう対応したから、そういうイメージを、えっ、ー、と、その国に対しても持ってしまってると思うんですよ。なので、うんなんかその人の、まあ、一人かもしれないですよ、うんうん。その行動が国のイメージを作ってしまう。うんうん っていうので、やっぱこう気をつけないなと、いけ、気をつけないといけないなと思ってるんですけど、最近のその僕、コロナウイルスですかうん,うんうん。の問題となってる。で、その、うん、なんかその、自粛自粛って言われてるのに、まあなんか、これは別にね、うん、その、人それぞれ自由か、どうかわからないですよ。うんうん、でも、関係では、うん。うん、うん、まあその、パチンコにね、うん。まあ自粛期間で、なのにこう、行っても、 もけないでねソーシャルディスタンスを守らないでずっと密になってね並んでいたりとか医療従事者の方そのご家族の方とかを差別したりとか本当に僕はそれが許せなくてだって医療従事者の方が頑張ってくれてるから僕たち幸せに暮らせてるわけであってそういう方たちがいつ自分がかかるかは分からないその医療物資も ね、不足している中で、うん、まあそういう危険の中働いてくれているわけですよ。うん、本当に感謝すべきなのに、うん、まあなんかそういう人たちに対して差別をしてしまうっていうか、うん、やはりねなんかそういうここ、今の、今のこの時期だからこそ、なんか日本人としての誇りというか、国民性が問われてると思うんですよ。だからやはりそういうことを考えて、まあ暮らしていってね、 やはり日本人すごいじゃないかと。うん、日本人やるなと、うんうん。そんなふうにね、こう思われるようにね、頑張っていきたいなと、うん、思いますね。なんかあれですね、安弘君は結構社会、ね、我が家で一番インターナショナルですからね。いや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 、うん。なんか社会にもちゃんと目を向けて。 考えてるんですね。いえいえ。ちょっとバカにしてます。いやいや。皆さん、私そういうの苦手だからね。いやいやいや。あんまり得意じゃないので。おう、と思いましたね。なんか僕が間違ったことを言ったからといって、あんまりこう、ネットで叩いたりしないでください。そうね、今回はね、道徳の問題と、経済の問題と、ね 疫学的な問題といろいろ絡んでますからね。うん。一枚岩ではないから、なかなか難しいところではありますかね。うん。うん。八代君、なかなか良かったですよ。あん。さすがあの、ね、鍛えてますね。鍛えてます。うん。まあでもあれですよ、シロアリが出るようなホテルには泊まらない方がいいですよ。ちょっと怖いね。怖いうん。 はおとで目覚めるっていうのはなかなかないもんね。うーん。うん、まあ、雨森の件もありましたけどね。またそれは別の回にね、<laughs> お話したいと思います。じゃあ次回は雨森についてね、話していただきたいと思いますね。はい。はい。もうインドネシアチャンネルにしようかっていうね、感じになってきましたけど。まあ、サブちゃんぐらいで作りましょうかね。<laughs> サブちゃんでね。<laughs> はい。まあじゃあ、まあね、今日の話を聞いて、あーちょっといいなーとか、応援していただけたら、 えー、まず、グッドボタンと、<laughs> チャンネル登録と、よろしくお願いします。<laughs> よろしくお願いします。<laughs> ますじゃあ、今日はこの辺で、参拝順パラギー。